皆さんこんにちは、バンビーです。今日もねランクマッチの方やっていこうと思うんですけど、今日はアローラ球根をね使っていこうかなと思います。まあ、今回ね使っていくアローラ球根なんですけど、光の粘土ということで、まあ、アローラ球根のね一番の強みであるオーロラベールをね使った方となります。で、まあ、アローラ球根なんですけど、まあ、このルールが始まった当初は、まあ、サーフ号にはそこまで強くなくて、まあ、好き放題されるんで、まあ、あんま強くないかなとかちょっと思ってたんですけど、意外とサーフ号が普通の構築に対してあんまり選出できないポケモンだったんで、まあ、そういう意味ではね意外と球根ね動かしやすくて強いなと思っております。ということで対戦相手のみっちゃんさん、よろしくお願いいたします。いや、ガブ炎テラスから鋼テラスに変えちゃったよ。まずい。相手のウルガ、炎にすればよかった。まあ、ウルガモスがな脅威だからな、そこをどうにかしていきたいんですけど、まあ、相手の初手はまあ、オーロンゲなんかな。まあ、球根ガブで通していきたいんで、まあ、初手をどうするかなんですけど、まあ、ブリジュでいいかな。ブリジュ球根ガブリアスでいきましょう。対戦相手のみっちゃんさん、よろしくお願いいたします。まあ、ウルガちょっときついけど、でもなんとかなるわ。うん。ということで、球根ガブ使っていこうと思います。まあ、球根ガブね、結構強くて、まあ、ガブがね、まあ、剣舞してもガチグマ倒せなかったり、まあ、あくびガチグマが嫌だっていうところを、一応球根のミストフィールドでカバーしようとしてるんで、まあ、そこはね、強めかなと思っております。はい、初手はオーロンゲで、でね、初手のオーロンゲに対してね、まあ、ステロ巻きたいんだけど、まあ、どうせ任せてくれないんだよね。なんで一回、一発アイアンヘッドからでいきましょう。ああ、まあ、だったらステロから巻きますか。ステロからってか、まあ、ステロ巻きたいですね。あ、いいダメージ入るね。で、まあ、これは相手、そうなると、そうだよね。オッケー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 。で、ステロ巻いて、で、これ、どうなんだろう。ロンゲガモスで、鬼火ガモスだと、ちょっとマジで、マジでやばいこと起きてる。まあ、エルレードが炎テラスなんで、まあ、エルレード投げるべきだったような気もするけど、まあ、しゃあないっすね。まあ、何持ってるか分かんないし、ドラゴンテールでも打っておきますか。うん。まあ、ロンゲ両壁張ったんでね、特にやることないからね、そう、捨てゼリフ、まあ、挑発がないってことは、まあ、あるなら、いや、でも初手に打つのむずいか、ブリジュラスに関しては。まあ、ブリジュラス型無限なんでね、まあ、一応相手の引きに対して強めな、ドラテから入っていきます。で、誰来るんだろう。まあ、この世とか、いたっけ相手のパーティー。まあ、この世は、いたような気がしなくもないけど、この世はなんとかなる。この世の対処方法は、ある程度分かってるつもりなんで、まあ、なんとかなるんですけど、いや、でも、ロンゲがあれだよな。捨てゼリフ両壁、多分、ソルクラかイカ様だから、まあ、ガブで剣舞できる。オッケー、ドラテ通る。まあ、一旦サーフ後はね、流すことができるんで、まあ、これがドラテの偉いところで、まあいいですね。やっぱブリジュラスの初手荒らしてるのはすごい。まあ今回基本選出が一応、まあ相手のステロ巻きに対して強いエルレードから入って、球根ガブの予定だったんですけど、お、ガチグマか。ガチグマはなんかもうガブで全部貫いていきたいんですけど、剣舞されるとやばい。剣舞されると、とてもやばい。まあ、ドラテでいいか。まあ、ドラテ安定なんでドラテでいきましょう。まあ、自信さすがに耐えない。あ、早いっすね。まあ、AS 系のやつね。オッケー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 。まあ、草分けで多分ガブとかを抜けるんで、まあ、注意しなきゃいけないと。まあ、ただ、壁あるから多分いけるとは思ってるけど、まあ、球根でいきましょう。まあ、球根の偉いところはね、壁かつ、まあ、相手のね、起点ポケモンにならないっていうところと、まあ、あとはミストフィールドがね、やっぱ偉いっすね。まあ、ウルガモスの鬼をギリミストフィールドで、なんとかなったり、まあ、ガチグマのあくびもそうだし、まあ、この相手に関しては、まあ、何が生きるかとかわかんないっすけど、まあ、ミストフィールド多分打たなくていいな。まあ、ロンゲもデンジャーさすがになさそうだしね。で、相手は一応吹雪警戒して、テラスタル。で、キューコンって今まで、パオジアンとか、連撃ウラウスがいてムーンフォースだったんですけど、まあ、ムーンフォースにする必要も、まあ、ちょっとないんじゃないかなって思います。まあ、吹雪がね、単純にやっぱウーラオスとかパオジアンいなければ強くて、まあ、逆にパオジアンとかに対して、ムーンフォースがないと、なんか処理が遅くて、まあ、若干弱かったりしたんですけど、空元気をこれ耐えてくれると思ってんだけど、無理ですか？おい、耐えていく。で、耐えたと、した場合、ガブが今回鋼テラスなんで、まあ、あんこしていいかな。まあ、あんこでいきましょう。もう、ガチグマの空元気あんこしていいんかって感じだけど、壁プラス鋼テラスで、まあ、剣舞してぐちゃぐちゃにしていけんじゃないかな。空元気、はい。で、サーフ号が分かってないけど、方。まあ、スカークとかじゃないとは思いたい。思いたい。まあ、理由はいくつかあるんですけど、まあ、壁プラス、
サーフ号っていう選出をしてる上で、まあ、あんまないんじゃない？スカーフって。やっぱ積み技入れたいよね。壁サーフって。まあ、それこそ隠密だったりね。なんか情報量が多すぎる。あんこ3分の2、雪5分の3、リフレク。はい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 。まあ、なんで、ま、ここはハガテラ剣舞して、で、まあ、引くのかどうかだよね。ハガテラ剣舞して、地震撃つ。うん、地震撃つでいいと思うんだよな。で、これ相手が攻撃してきたらサメ肌ガブの触るから、いや、相手偉いっすね。いや、ここ引き偉い。偉いが、偉いがよ。ガブは身代わりがあって壁ターンをある程度コントロールすることができる。うん。で、オーロンゲに対して、いや、オーロンゲこれでデンジャー持ってたらちょっと怖いけど、捨てゼリフ。いや、まあ、ちょっと怖いけど、持ってんのかな。いや、持ってたら拍手だな。ちょっとこれは持ってない想定で試合のプランを組み立てて進めてるんで、このロンゲがデンジャー持ってたらうまい。で、壁ターンが、そうだよね。だから、まあ、一味がでいいかな。一味が、うん、捨て台詞、はい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 。一味がで、剣舞自身で、いける、いやー、剣舞ミガでもいいな。ちょっと難しいな。で、まあ、いらないのが多分サーフ号だから、多分サーフ号から来るとは思うんですけど、いや、これ剣舞でよかったらミガ、でもこれガチグマは出せないでしょ、ここは。まあ、ガチグマ出されてもギリいいのと、ガチグマは出しちゃうと終わるからね。サーフ号。で、サーフ号だったらこれ身代わりが大正解まであるね。で、剣舞して、いや、剣舞しないで倒した場合、いや、剣舞して、いや、どうせ壁張られるから、まあ、剣舞でいいな。ここ剣舞でいいわ。うん。で、ワンチャンガブ攻撃耐えるよ。サーフ号の。メガネとかじゃなきゃ。ワンチャンとか耐えると思うんだよな、身代わりが。シャドウウォールで、隠密 HB とかだったら耐えます。え、とか耐えない？絶対王者ガブリアスですよね。はい、これが球根ガブです。いいですね。で、地震で倒して、かなり綺麗にガブを通していきてんじゃないかな。あ、強いっすね。まあ、正直、初手はね、ステロマクのはね、ガブはスケシャルからあんまりいらないと思ってて、まあ、3対2の状況を作れるポケモン。で、環境の構築に対して初手出しやすいポケモンっていうところで、まあ、今回はエルレが予定してたんだけど、なんでエルレ投げなかったんだっけ？あ、オーロンゲだ。オーロンゲがなんかちょっとめんどくさかったんで、なんかオーロンゲに一番仕事できそうな、まあ、ブリジュラスから入ったっていう感じですね。で、もう完璧だ。相手の壁はなくなって、こっちがしっかり枯らして、まあ、こっちはね、壁がまだ2ターン残ってて、相手なくなってて、ステロも湧いてるというところで、まあ、自信打って勝ちかなと思います。はい、綺麗。これいいですね。うん、なんか結構ね、強いですね。結構使ってて。まあ、試運転した時から、まあ、意外と負けてないんだよな。うん、まあ、なんか一戦ガチの運が違ったんだけど、まあ、だいぶ、うん、展開しやすいですね。で、まあ、気をつけなきゃいけないのは、キューコン展開する前に、まあ、先に相手に展開されるっていうところなんで、まあ、意外となんか、あれだね、ドラテ持ってる、ブリジュから入って、まあ、ステロ適当に巻いてっていうのは、まあ、悪くないのかもしれないですね。まあ、ということで、対戦相手のコウさんが選ばれました。対戦相手の方、みっちゃんさん、ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。ポニさん、対戦よろしくお願いいたします。いや、これね、てか、相手、キューコンの裏のエースがいなくねって見せかけて、キューコンサーフか。いや、これむずいなぁ。まあ、初手は、まあ、ステロ巻きたい相手もやっぱあんまいないんで、まあ、エルレいいな。エルレガブキューコンだなぁ。まあ、いける。いやー、でもキューコンってね、カバに投げるのあんま強くないんですよね。まあ、でもいいや。ミストフィールドあるんで。いや、難しいなぁ。いやだからこっちもガチ、なんかカバとか来るんだったら別にガチグマとか投げてってもいいんだけど、相手のキューコンが俺と同じ方だと、ちょっと完封されちゃうんすよね。いや、むずい。対戦相手のポニーさん、よろしくお願いいたします。いや、結構むずいな、これ。いや、キューコンね、強いんだけど、何がきついな。先に展開されることと、まあ、カバ天敵だよね、多分キューコン使ってたら。まあ、俺がずっとキューコン使ってるタイプではないから、あんまわかんないけど、カバ、マジで嫌だな。てか、カバね、まあ、相手にしてると強いんだけど、意外と勝つんだよね。選出画面ではめっちゃカバ、初手カバか。いやー、初手カバか。まあ、嫌だけど、いいや。まあ、エルレード眠らせますか。ちょっとこれ、引いて、
キューコンであんこしに行ってもいいんですけど、ステルスロックをね。あくび、はい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 。なら引きます。これね、悪くないですね、展開で。まあ、アンコール相手も読めるからね、そこをどう戦っていくかっていうのが重要になってくる。まあまあまあ、まあ、カバ倒せるのは、カバ倒せるっていうか、まあ、カバーが初手に来るのは、逆に天候の取り合いはこっちが後出しじゃんけん一回できるのよ、ここで。なんで悪くはない。自信、おお、でかすぎる。え、自信、だから俺の球根柔らか。いや、ここでベール貼るのめちゃめちゃ弱いんだよな。でも、大ニューラが来た時考えると、サーフを考えてベールだわ。うん、サーフを来るのが割と安定なんで、これステロ巻いてないの助かるな。あ、マスカーニャ、オッケー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 。マスカーニャでかいっすね。で、マスカーニャは一応というか、まあ、バリバリ、まあ、キューコンに対して強いんだよな。まあ、ハチマキとかだと倒されちゃうんですけど、あ、テラスしてきた。なんだろう。S めっちゃ下げてて、俺が上から動けるみたいな展開。ステラか。はい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 。え、待って、これ、内訳できるのあるな、あるな、全然あるな。トリックフラワー。まあ、これは耐えないですね。ただトリックフラワーのステラがなくなったんで、ギリギリいいということにして、耐えていく。ナイス。これでかでかすぎる。タスキステラ。タスキか分かんなかった。まあ、あんこでいきますか。なんか起きるかもしんないからね。あー、ここすな。あー、ミストフィールドだった。最悪。カバ？いやー、マジか。ミスフィでよかった。カバ引きなんだ。いや、マジで引く理由ガチでないかな。ないと思ったけど。あー、砂。うわ、最悪だな、これ。耐えていく！キューコンありがとう。全然安定だった。ミストフィールドで。あ、全然安定だった。オッケー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 。で、ステロ安定かな。うん。で、どうしよう。ステロあくび自身まで見て、まあ、結構飛ばしの可能性が高いというところで、まあ、壁かエルレードを使っちゃう？壁かエルレードで。まあ、エルレードのバカ火力発揮してってもいいよね、これ。で、これ相手が、うん、怠けるあった場合は飛ばしがないってことでしょ。だからガブで身代わり剣舞のタク勝っていけばいいから、まあいいってことでも楽じゃないけど、まあ聖剣でいきましょう。まあエルレード君火力やばいからね。あ、強すぎー。火力やばいね。で、オーロラベールがありますよ。オッケー、いいよ。いいね、いいね。このなんか、ただただ何も考えず対面的な動きをしてるんじゃなくて、こういうなんかちょっと回しながら戦うこともできるっていうところが好き。引っ込めた。サーフゴ OK。え、サーフゴはむしろ OK で、風船。危ない。風船は危ない。でも風船は、相手ね、俺のエルレード舐めてます。耐えます、すべて。すべて耐えます。こっからとか、なんならメガネシャドウも耐えるからね、こっから。だから、あとは、マスカーニャに、まあ、スケショなり、なんなり打って、耐えます。オッケー、ナイス。で、はた、D弾関係ない。ナイス。で、叩いて、いいねー。で、まあ、風船割ったんで、これガブの地震圏内入った。まあ、影で落ちると思うんだけどな。まあ、大体落ちるって計算だったのよ。確か使って。あー、耐えられちゃったな。シャドウボー。まあまあまあ、これは、じゃあ、スケショ打って勝ちか。え、スカーフマスカなのかな。待って、スカーフマスカーニャの可能性があんのか。いやー、むずいな。ガブの地震で多分カバ落とせると思ってんだけどな。ベールがなかったでしょ。だからまあ一旦スケショだな、でも。難しい。スカーフだとした場合、何打つのが正解なのかっていう話はあるんだけど。いや、カバ。なんだろう。でもタスキーじゃないステラってなんかスカーフ感やばいよな。え、スカーフ感やばいんだったら、これ、スケショ、打たない方が良かったっすよね。絶対。マスカーニャー、はい。最後の今までの対戦にあった情報から、わずかの可能性を見つけ出すか。
まあ、球根のムフリ吹雪を、まあ、スカーニャがここでしょ、ね、砂も入って、砂なくてここでしょ、まあ、普通にエースで乱数で耐えられたな。え、スカーフだったら落とせてなかったのがちょっとついてないって話になるけど、いやー、いや、まあ、しょうがない。ちょ、テラバーストマジでやめてね。え、トンボ返りも最悪。まあ、ちなみにミストフィールドスケールショットの相性が悪いっていう話はもちろんあるんですけど、まあ、それ以上にミストフィールドが強いというふうに判断しています。うんうんうん、まあ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 、ハチマキだったのかな、ハチマキで。カバ落ちると思ってるんですけど、どうですか、カバ落ちると思ってる。いや、耐えられたらもちろん負けなんだけど、いや、落ちるでしょ、ダメージ的に HP ではないよ。うん、いや、自信でいいわ、身代わりとかする必要ない。いや、落ちるでしょ、多分落ちる。オッケー、いいね、かなり綺麗な試合だったんじゃないかなと思います。ということで、対戦相手のポニーさん、ありがとうございました。まあ、今回ね、使ったのが、まあ、球根ガブで、まあ、ショテールレードの想定だったんですけど、まあ、なんか、1戦目みたいのがかなり綺麗に決まった球根ガブで、2戦目が、まあ、ちょっと難しいカバルドンパターンっていう感じだったんですけど、まあ、どちらもね、なんか、まあ、プレミっていうプレミもあんまなかったのかな、ちょっと結果論的に見ると難しいところあったけど、まあ、いい感じにね、球根ガブ使えたんじゃないかなと思います。いや、球根ガブね、結構使ってる楽しい。まあ、ただ、壁ターンの管理とかは難しい。アンコールとかもあるんで、ちょっと難しいし、まあ、ミストフィールドもあったりするんでね、使うのが、若干難易度高いような気はするんですけど、まあ、使えた時のね、最大値が高いんで、まあ、よかったら使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。